最初に一応ビジョンみたいなのを全部こう掲げてから仕事を始めるので、お店をこう作っていくっていうのはなかなかこう難しいなっていうのがすごい実感したところで、優しく温和に、まあ、佐藤も結構ああいう、こう優しい人柄が出てるので、ホットなニュースを作り続けられるような活動をずっとしていきたいなと思ってます。まあ、視野さんでもちょっとブリーチ強化したい、まあ、ちょっと若手でしょうね、まあ、視野さんの若手でブリーチしたい子が結構いるみたいなのでやりましょうという形で始まって今日2回目になります。はい、経験あると思います、まあ、それをジャッジしてそれをしながら塗り進む。とにかく全てがこだわり抜かれてて圧巻です。うちにはない技術をたくさん教えてくださるんで、すごく勉強になりました。一番重要なのは、で3倍にしてるのは粘土の問題です。柔らかくして塗ってあげましょう。このアイアンマジ、はい、最初塗るのはこの辺の位置です、はい、でもどんどん塗ってるやつとか、その辺の判断をちょっと、うん、あれ10体、多分ね、10体中大事なことといいますか、まあ、サロン様に合わせて、まあ、どういうお客さんが来るかとか、あとはなんだろう、どういうブリーチ剤があるかとか、あとはお客様のメニューですね、どういった時にブリーチのお客さんが来るのかとか、まあ、そういう可能性をいろいろ考えながら、それぞれのサロンさんに合わせたテクニックをなるべく紹介したいという感じでやらせてもらっています。やっぱ美容師っていうのは技術職だなっていうのをすごい改めて思わされるなっていうのを思いますね。よし、なんかねオーバーになっちゃったらもう終わりみたいな。決してところはもう終わった、終わりました。そうですね、まあ、僕もパーマを結構がっつり極めてるというか研究してるように、カラーであそこまで結構マニアックに技術とか理論で伝えられる人が斉藤くんだなって前から思ってて、でお店としてもそのハイトーン、他のグレーカラーとかパーマとかは結構ブランディング結構やってるんですけど、やっぱハイトーンのブランディングやっぱ若手の子とか作っていきたいって時にもう斉藤君しかいないかなみたいな感じでお願いさせてもらいました。これです。なるほど。81でやってる。3.5 倍もほら、見れるバカバカ上がるなってきてる。やっちゃいましょう、マリン。見た時にもうこっから痛みそうだなって思うところで止めた。あはい、あでもマインドで言うとやっぱりその髪をなるべくダメージさせないっていうところのブリーチの乳液の剪定だったりブリーチの剪定っていうところがすごくお客様目線で共感しました。そうさ、何も言わないところ、どういうことかっていうと、ここの足りないところにタイトルします。どういう状況かっていうと、そうですね、スペック的にはそうですね、まあ、この間セミナー見させていただいたときにすごいなと思ったのはやっぱり技術が丁寧なんですよね、全てが。スライスの取り方一つ、やっぱり刷毛のこの置き方一つ、薬剤を置く塗布の仕方一つっていうのは全てがやっぱ丁寧だなって、上手い人ってやっぱりそういうところが突出してるんだなっていうのをすごく感じました。あと毛先だけちょっと明るくなったらもう終わりです。こうかけるイメージができない薬剤。
目はもうめちゃくちゃ本当に弱い、明るくならないかもって感じなんです今僕の携帯。大丈夫です、すぐ撮るんです。そっちの方がなんかダメに。楽しいのとこう2つ美容室で側面あると思うんですけど、やっぱり前の方が結構厳しかったんで、まあ、今はこう優しく温和に、まあ、佐藤も結構ああいう、 こう優しい人柄が出てるので、まあ、それをこう先行させたお店のイメージっていうのを作りたいし、まあ、スタッフにもそういう組織として認識してもらえたらすごい嬉しいなと思ってます。はい、オープンできたので、まあ、それは良かったかなっていう感じですね。まあ、でも1年を通してお店をこう作っていくっていうのはなかなかこう難しいなっていうのがすごい実感したところで、もうなんかこうお店にオープンしたばっかりでこうなんか準備というかそれに追われちゃって、なんかこう内部のことをこう作ることがまあできなかったなっていうのが反省ではあるんですけど、まあ、それとは対照的にオープンしてすぐにこのエリアの売上のこうランキングに入ったりとか、なんかセミナーのお仕事をいただいたりとか、なんか自分が想像してたよりもなんかこういろんないい出来事がいっぱいできた1年でした。あ、もう来年はですね、キジマル君をパッケージにしたオイルを作りたいと思います。だからまあそのなんかちゃんとした材の開発とかそういう方向にもしっかり携わっていきたいと思うので、情報収集をしながらいいものを作れるようにそういう製品の活動をしていきたいと思います。あ、でもお子さんはいいかもしれない。なんか馬とかあれは結構とりあえずベースいい感じにしてあるんじゃないですか。で、1日なんでこの家の近くの映画館の1000円なんで、匂いがしますね。1日の午前中って空いてるんですよ。みんな寝てるし、お酒飲んで寝てるからガラガラでいつもそれを狙っていくっていう。四国うどん食べる、なんか前のお店でも一応京都の田舎出身っていう人がいたんですけど、
そうですね、今年はあの独立した年でもあるので、まあ、もちろん店の準備も大変なんですけど、まあ、一緒にこうあのサロンスタッフといろいろやるのは本当に楽しいなというの1年だったと思います。心境の変化や、まあ、そうですね、まあ、お店の、まあ、佐藤もいるんで、まあ、一緒にやってるんでまだこう責任っていうのがちょっと分散してるんですけど、やっぱりその責任っていうものが、まあ、いろんな方面で、まあ、スタッフにしてもあのお店としてもあの出たなっていうのがあの率直なあの感想としてあります。はい、ジェラートタイムとか、ジェラートタイムとか、